どうも、のちん TV です。本日はですね、ドラゴンクエストウォーク、こちらのゲームで、6章、レベリング、おすすめパーティー、おすすめ構成などを紹介していきたいと思います。まあ、このレベリングのやり方なんですけど、いろいろやり方があって、この、明獣の爪の長身区切り使ったりするっていうパターンとか、まあ、あとはね、MP 回復の方法もいろいろあったりして、で、今回あるのは、まあ、ヒャド属性がまた強化されたんで、ゴシックパラソルっていうのもどうなのかなとかね、いろいろあるんですけど、今回は、現時点で今、自分がやっているおすすめレベリング構成を紹介していきたいと思います。で、この構成、まず大雑把に説明すると、MP 回復役1人、自分の MP 回復する構成で行って、行動しない。で、バトマスの全体攻撃、常闇の槍で一旦でキルしていく。で、一つ肝なのが、それにサポート役の、まあ、ハイブリッド式って自分呼んでるんですけど、超真空蹴り役も入れるって感じですね。これが結構、まあ、あんま見たことはないんじゃないかな。オリジナルかなとはちょっとは思ってます。で、あとはバトマスも一体入れてるんですけども、メタスラの斧を装備して、今回ね、6章10話では、メタルホイミン出るんで、そのメタルホイミンを取りこぼさないためのメタスラの斧役を入れています。まあ、これが大雑把な説明ですね。で、装備と心をここから紹介していきたいと思います。バトマスのワンターンキル役は、常闇の槍装備して、攻撃力アップするためにドラゴンシールド。で、あと攻撃プラスと、あとはね、ドルマ属性の指輪を装備しています。で、防具は8がね、まあ頭 5%、胴体が闇騎士。これもドルマ 5%。で、下はどっちでもいいんですけど、明獣か闇騎士、ドルマ 3%。こういう風な装備になっています。で、心がこんな感じですね。まあ、キラーマシーン、バトルレックス、ズッシオマル、メタルドラゴンってつけてるんですけど、ここの枠がまあ一応ズッシオマルじゃなくて、まあエベルホークの方がいいってところがあるんですけど、確定巡りとかね結構したんですけど、マジで D ランクばっかりで、まだ S ができていない。S ができたらね、超完成版のこのレベリングパーティー完成するっていうとこです。で、シンジもまあドルマ系ついてます。まあドルマのシンジもね、これであとは 10% とか引いてくると、さらにね、狩りの速度上がるってところなんで、まあ、今日の夜、多分、真珠ぶっ放しガチャ生配信するんで、そこでドルマを引きたい、マジで。まあ、そんな感じですね。で、このキャラで一旦キルするっていうのがまず目的なんですけど、まあ、攻撃力が足りないっていうのとか、あとはね、普通にミスする場合があって、物理攻撃は。物理攻撃ミスする場合があるんで、それを買っていくのがこちら。まあ、明獣の爪装備のキャラクターですね。これは、レンジャーでもバトマスでもどっちでもいいと思います。で、今回レンジャーなんですけど、この明獣の爪の超真空蹴り 190% 戦隊。これがめっちゃモーション早いんで、これで取りこぼしを買っていくっていう構成。攻撃力ドラッシー、バギーの指は、バギー属性の胴体ないんで、胴体下は何でもいいって感じ。で、こっちの心はこんな感じになってますね。で、バギー属性使っていくんで、雲の巨人入れています。で、あと大義だからね、これ使っていて、あともゴールデンコーンとか、まあゴールデンコーンは持ってない人いるかもしれないんで、まあキラーパンサーとかでも。あとはメタルドラゴンとかでもいいと思います。で、あとは真珠がバギなんですけど、これもまあ S 欲しいなっていうところがある。まあそんな感じなんですけど、この構成の肝がですね、で、この構成の肝がですね、この3人、まあ最初に説明したこの MP 回復のキャラは、タクトとバトルレックスで回復していく。で、明獣と常闇もバトルレックスを採用しています。ここが肝。バトルレックスのターン終了時 MP 回復効果で回復していく。で、この常闇の槍のキャラクターが MP なくなったら、切り替えをして、これ入れ替えてある構成があるんで、こっちに切り替えて、で、このね、バトマス入れ替えまして、MP を回復していくって感じになります。まあちょっとね、見せればわかるんですけど、メタスラノの装備してるキャラは、まあ何でもいいです。メタスラノの装備していれば。心も何でもいい。で、あとはこのキャラ何でもいいって言ったんですけど、素早さをあんまり早くしないことが重要です。1ターン目にキルするために、まずこの常闇の槍のキャラクターが、今素早さ417。で、取りこぼしを取る、この、明獣の爪のキャラが素早さ400っていう風にね、まあ、この常闇の槍のキャラよりちょっとだけ遅くするのが肝です、この明獣は。で、さらにメタスラの斧を装備してるキャラクターは、まあ、ホイミン出た時にね、メタルホイミン狩るためなんで、それよりも素早さかなり落としています。まあ、早く行動しちゃうと無駄になっちゃうんで、300ぐらいに抑えている。で、あと MP 回復のキャラもね、行動する必要がないんで素早さを抑えています。なんで心はね、外してたりする。まあ、MP だけは注意した方がいい。MP 多い心をつけて、まあその変更した後に、まあ大体バトマスの MP が287とかになるんで、その287以上になるような心だけをつけている。そんな感じです。まあちょっと手巻さんが紹介してた構成とかとね、似てるなとかあると思うんだけど、ちょっと見ていきましょう。
まあこれ違うところが後あってね、肝がね、これ戦闘終了時 MP 回復だけをつけています。まあ一つ目とかもつけてないで、こういう風にワンターンキルしていくで MP なくなるんですけど、なんかね、手巻さんの紹介してたやつは、あの杖のやつとか回復役が、あの最初に殴るように素早さを高くするって言ってたんだけど、自分の場合はそれを採用しませんでした。でこの構成の場合、まあワンターンキルできるんで1体だけの行動で済みます。最初になんかそのタクトの人が殴るっていうところを挟まなくていいので、それがいい。まあ、ただ今ね、心がちょっと弱いからこういう風に取りこぼす時がある。そこがちょっとね、まだまだ改善の余地があるっていうよりは、エビルフォークの心が欲しい。あと真珠あったら多分いけるっていう感じ。はい、こういう風にワンターンキルいきます。まあ人面珠と竜騎兵がちょっとだけ残る時があるかな、今のところ6の10で見るとね。なんでやっぱりエビルフォークの心がここでは大事になってくると思います。エビルフォーク、まあ今日も取りに行くわ。ちょっと取りに行って、まあそうするとね、まあそしたら常闇の槍ではワンターンできると思うんだけど、あとね、真珠引いたらね、明珠の方でもやってみたい。明珠超真空蹴りレベリング、そういうのもあると思う。まあそれも要検証ですね。であとはこれ、ここがちょっと肝で、超真空蹴りから行動することがある。そうすると、まあ今回なんなかったんだけど、多分ね、人面珠がいるから、あのね、回し蹴りをするバトマスが、ここがちょっと肝。ずっと常闇の槍が行動していくと、やっぱ消費 MP 多いんで、常闇の槍で燃費切れになるんですよ。だからタクトが先に行動しないとダメになるんだけど、明珠の超真空蹴りをちょっとだけ挟むことによって、超真空蹴り、お、来てる来てる来てる、超真空蹴りの後に、まあ普通の回し蹴りをやるみたいな行動パターンになる時があるんだよね。だからこの417と400でちょっとだけ変えてる。落とせ。まあ今ね、ワンターンできないんですよ。ワンターンできるように、このエビルフォークが欲しいけど来なかったか。これ見れるから、超真空蹴りの後回し蹴り、これね、まあ、これがあることによって、回し蹴りしたターンは鎌ぶん回すよりも MP が少なく済むんで長持ちする。これがハイブリッド式って呼んでるところ。これがね、ハイブリッド式で、こうなるとやっぱタクトを最初に行動させなくてよくなってるんで、まあ、結構いいかなっていう。で、あとはね、 MP がなくなってきて、モッチンがなくなったんで、ここでパーティーを変える。で、そうすると今回タクトがノッチになって、ネズコがワンターンキルしていくって感じね。で、この構成大体ね、5分で MP がちょうどなくなるから、匂い袋をここで挟める。5分、匂い袋、5分経ってまた5分後に交換みたいな。そういうやり方できるのが、めっちゃちょうどいいんだよね。まあ、そこが美味しいです、このレベル上げ方法は。まあ、あとあれね、戦闘終了時、MP 回復って、バトルレックスだけなんですよ。ターン開始時に、MP 回復っていう心はいっぱいあるんだけど、竜王とかなんだけど、この戦闘終了時 MP 回復の方がね、早いんだよね。ターン開始時 MP 回復の場合、 MP 回復がピロリンって入っちゃってすごい遅くなる。だし、あと攻撃力とかが落ちちゃうから、まあ行動するこのバトマスとかにはつけれない。なんでバトルレックスの心がね、めっちゃ強いっていう動画かもしれん、これは。まあなのでね、今後出てくる心で、またターン終了時 MP 回復、プラス、まあ斬撃とかついてて強い心、バトルレックスの上位版とか出たらね、めちゃくちゃまたレベリングはかどると思う。はい。まあまとめると、まずね、バトルレックスを採用するのが、この構成の肝です。バトルレックスのターン終了時 MP 回復を使っていく。で、そのおかげでこのタクト持ちのキャラが先行する必要もない。なんで本当に一旦キルできる。で、あとは肝がこの強さ、素早さが412にこれなってるんですけど、400で、この取りこぼし役のやつがだいたいまあ20とか10とか下の素早さにする。そうすることで、たまにこっちの超真空蹴りの方が早く行動して、その後回し蹴りでいけるようになる。超真空回しでも早い行動でいけるんで、早く枯れる。でもしくは槍先行だったら月影の大釜でね、投げ払って全部倒すっていう感じで、なんか MP シェアリングができるのがね、非常に強いっていうところが特徴。
この行動順の素早さを調整するというのが大事で、あとはバトルレックス採用というのが大事で、あとシンジがもっと強ければもっと安定するとは思う。ちょっとシンジポイントもね溜まってきたんで、まあ、今日の夜できれば生放送でやりたい。ちょっと10万ポイント分ぐらいのシンジがあって、まだ合成してないのがあるんで、いっぱいこれあるから、こっからマジで狙っていきたいよね、ドルマ真珠。まあ、そんな感じでね、エビルホーク集めるのもあるし、まあ、6章をね、まだまだレベリングも、まあ、魔法戦士来る時にもこれ使えると思うし、まあ、今回イベント盛りだくさん、プラス、まあ、12からメガモン来るとかあるんでね、まだまだドラクエウォーク先が楽しみですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、またな。バイバイ。